ジョーダン・テイラー・クラークソンはアメリカ合衆国テキサス州サンアントニオ出身のバスケットボール選手 NBA のユタジャズに所属しているポジションはガードサンアントニオのワグナー高校からタルサ大学に進学するも2年で中退しミズーリー大学に転校2013から14シーズンは平均17.5点を記録し2014年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。46位でワシントン・ウィザーズから指名された後、交渉権がロサンゼルス・レイカーズに移動し、NBA 入りした。ルーキーシーズンとなった2014から15シーズンは、スティーブ・ナッシュなど、チーム内に怪我人が続出したことで、チャンスが回り、3月のウェスタン・カンファレンス月間、最優秀新人選手賞を受賞。 同シーズンの NBA オールルーキーチームのファーストチームにも選出された。2018年2月8日、アイザヤ・トーマスらとのトレードでクリーブランド・キャバリアーズに移籍した。2019年12月24日、ダンテエクザムとのトレードでユタ・ジャズに移籍した。この年のオフに FA となったが、ジャズと4年5200万ドルで再契約した。母親はフィリピン出身で、 クラークソンは2014年フィババスケットボールワールドカップのフィリピン代表候補に上がっていた。ありがとうございます。